昨今の状況をご報告したいなと思って撮ってます。今の状況をちゃんと伝えたいので、無編集ノーカットで投稿しようと思ってます。望月もちおの引退についてです。先週月曜から入院してることを伝えているんですが、継続して活動できない状態になってしまいましたと。で、詳細は、伝えないでほしいと連絡受けているので、まあ、ご理解いただけると幸いです。今後の石持ちチャンネルについてですね。今後は石バーポロ一人で活動していきます。ちょっとアイコンなどはそのうち変更するかもしれないんですけれども、以前の動画を削除する予定はありませんので、もちおさん見たかったら過去のアーカイブから見てもらえると嬉しいです。で、3点目。配信内容についてなんですけれども。なるべく毎日何かしらは配信しようと思ってますと。前と同じですね。で、月曜あたりに今週のスケジュールの予定を、ツイートするなり、YouTube のコミュニティに投稿しようと思ってますと。なんですけど、仕事の都合上、急遽スケジュール変更ある場合は、Twitter、YouTube で連絡します。なるべく週2で参加型ですね。自分の場合は APEX とバブラかな。実施しようと思ってるんですけど、ちょっと曜日がいつになるかは、毎週変わるかなっていうところなので、スケジュールを見てくれると嬉しいですね。で、今まで通り、見に来てくれてる方は、見に来てくれると、自分のモチベーションも上がりますし、楽しく配信できるので、来てくれると、とても嬉しいです。すいません。加担的になりますが、今の状況がこんな感じです。で、配信は、そうですね、4月5日か4月6日から再開しようかなと思ってるので、再開するタイミングでまたツイートしようかなと思ってます。以上です。